何年かぶりに松本に帰ってきましたけど、久しぶりの松本はどうですか？Falo em português ou falo em... Falo em português, em inglês. Ah, eu... Em inglês, pera, pera. Ah, pera, pera. Ah, já. Não tem diferença. Gostou? Tá, está aqui. Tá 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 aqui. もう全然違う。違うですか。はい、あの山形で住んでたじゃない。はい、天童で。天童。ゴーマに住んでるところ。はい、まあここは25万。全然大きいし、奥さんも嬉しいし。はい、奥さんは何て言ってますか、松本に来て。行きましょう。頑張ろう。はい。今年どんなシーズンにしたいですか。J1 絶対行きましょう。はい、選手たちはみんないるでしょ、こっち来るからたくさん走るってちょっと緊張してると思いますけど、もう走らなかったらやめていいよ。はい、みんな楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。山形って本当に皆さん想像している通り、こう地域と共にある本当にクラブです。で自分もこう社長の立場やってるけど、まあ、フロントの、まあ、リーダーの役割ではあるんですが、別にオーナーでもないし、まあ、逆にオーナーっていうと、ファンサポーターの筆頭、ファンサポーターの株主の団体が筆頭株主っていう存在で、まあ、名実ともに市民クラブとしてやってる会社です。そういう意味では、まあ、会社に気を使うというよりは本当にファンサポーターと共にあると思って、まあ、そちらの方を向いてしっかりプレーしてもらえればと思ってますし、今日エルシオさんも来てますけど、日常のトレーニングをしっかり大事にしてもらって、まあ、なかなかコロナ禍で難しいシーズンになるんですけど、まあ、ある意味であれば必ずサポーター後押ししてくれるし、アウェーでも、まあ、解放されれば本当に後押してもらえるクラブなんで、まあ、それぞれ自分らしくでいいので、自分を表現していただければと思います。改めて1年間よろしくお願いします。フィジカルコーチエルシオです。よろしくお願いします。一緒に2021年シーズン頑張りましょう。はい、これの今並んでもらいます。横田の星選手、安田選手、稲選手、小山選手、出川選手、すぐ座らないで横に立ってもらって、視界が、はい、お座りくださいって挨拶するんで、そこで座ってもらえればと思います。はい、この順番で入ります。後ろの背の高い。初めまして、初めまして。緊張しますか？はい。トップバッターです。そうですよね。はい。嫌ですね。頑張ります。頑張ってください。はい、
疲れ様でした。高校生3人逆ですよ、これ。今ひっくり返ってた。横山選手もうこっち来て何日目ですか？3日目です。3日目ですか？キャリといろんな感じですか？2人2人いい感じです。本当ですか？もともと知ってた？知らないですか？いや、面識はないです。面識ないですか、うん、そんなお二人どうですか？初対面、思ったよりうるさい系でしたね。結構早く親しくなってよかったです。松本どこ連れて行きたいですか？行けない、外出れないですか？長手通りとかちょっとコロナできついですが、また、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。からのピュッて振っていいですか、鳥山選手？絶対ダメですこれ絶対ダメです。これ使っていいですか？これはこのくらい大丈夫です。2トンの時はどうですか？こういうのは特に、こういうのってどういうのですか？こういう動画とか。あ、結構ありましたよ。ありました、はい、どんなあれですか？やっぱチーム変わるんで、はい、ある程度こうちょっとキャラとかもリセットする感じですか、はい、それとも。いや、そのままのキャラでやります。はい、浜崎選手と仲いいですよね。仲いいです、はい、前一緒に、はい、そうですね、3年間、はい、あ、3年間ですね、一緒にやってたんで、はい、サポーターの人今日来れなかったんですけど、はい、大体よく聞かれるのが、はい、なんて呼んだらいいですかっていうのを必ず聞かれるんですけど、はいはい、なんて呼んでほしいですか？富山選手です。富山選手普通で、はい。いや、また新体制とかありますが、頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。どうですか、初めての出番でしたけども、今日は緊張しましたか？いや、そんなにしてないです。しないですか、はい。どうですか、松本来て 何日目ぐらいですか？今で7に来たので、あ、でも2日ですね。2日目、はい。どうですか、寒いですか？寒いです。15度ぐらい違うの。沖縄から来たので。あ、そうですよね、はい、2年間沖縄にいて15度ぐらい違う。あ、でも慣れると思います。でもその前長野に、はい、その前1年いたので、まあ大体の気候とかは慣れてます。また活躍を見なきゃしてますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか FC 東京さんから来て、はい、大変な1年でしたね、まず。あ、はい、長い1年 で、始まりも終わりも長かった。そうですよね、 ACL のから始まって、はいはい、大変な1年でしたけど、はい、疲れてないですか？いや、体は全然疲れてないです。あ、本当ですか、はい、はい、結構あのエルシオさん来て、はい、フィジカル結構やるぞってさっきも言ってましたけど、はい、フィジカルとかはあれですか、大丈夫ですか？いや、大丈夫ではないですけど、なかなか東京ではそんな激しいキャンプでもあんまやんなかったので、はい、ちょっとどんくらいか不安ですけど、若いんで頑張ります。はい、お願いします。よろしくお願いします。東海大附属高田大高校から加入しました、背番号32番横山由美です。ですね、はい、お願いします。はい、あ、じゃあ表裏に、裏にしまっていいですかね。はい、最近ハマってきた。はい、じゃあお願いします。いきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。